テレ東。1986年、男女雇用機会均等法が施行、女性の社会進出が注目されたこの頃、外交官試験の合格者にはある女性の名前がありました。小和田雅子。親子2代の外交官、ハーバード大卒業の才女。テレビ東京はこの時、雅子様に注目、インタビュー取材をしていました。高校1年の時に父の仕事でアメリカの方に行ったんですね。でその時点で、それまで日本で教育を受けてたんですけれども、外に出てみて、アメリカと日本っていうのはこんなに違う国なんだ、こんなに国民性も違うんだっていうことが分かって、っていうことを肌で感じて、でそれがすごく面白いなと思ったので、何か国際的な分野で仕事がしたいなと思うようになったんです。昔からその父が外務省っていうこともありましたし、そういった環境で、あと私が中学生ぐらいの時ですからか、女性の方が毎年1人2人と外務省に入られるようになったんですよね。でそんなことから漠然とその外務省っていうのも私の頭の中にありまして、女としてやっていくのにもそういう仕事もあるなっていう気持ちがあったんです。当時結婚観についても語られていました。行く時期に来てると思うんです。結婚と両立させて、そのこの仕事柄海外勤務も多いですし、両立っていうのはなかなか普通の家庭生活っていうのを考えた場合、なかなか難しい問題はいろいろあると思うんですけれど、まあ、それはその場になって自分で解決していく問題として置きたいと思って、できれば家庭と両立させたいと思ってます。外交官の仕事と家庭を両立させられたら、そんな未来を描いていた雅子さまの運命を大きく変える出会いがありました。雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからというふうに話しちゃってくださいました。外交官からプリンセスへと華麗なる転身。いよいよ雅子さん、ただいま出ていらっしゃいました。ブルーのツーピースを着ていらっしゃいますね。帽子もつけていらっしゃいますが、今お母様、ご両親と妹さんにご挨拶されています。そしてやはりショコラも一緒にお見送りです。寂しくなられるかもしれませんが、そしていよいよ雅子さんが車に乗り込まれます。あれから26年。元外交官というキャリアが改めて生かされようとしています。かつての雅子さまは今も変わらぬ平和への思いを口にされていたのです。世界の中で日本がどういう役割を果たしていけるか、世界の繁栄のためにとか平和のために何をしていかなければいけないかということを考えていく時期に来ていると思うんです。皇后として新たな人生を歩み出された雅子さま。令和の時代を迎えた今、皇室外交の行方に注目が集まっています。